はい、どうも皆さん、こんにちは、ミサでーす。ういうい。ということで、本日はですね、いやー、まさか、ここで活躍するとはね、オクトーということで、はい。こちらのオクトーの話をしていきたいなと思います。はい。オクトーはね、250Hzとかで有用なキャラクターで、まあ、結構初心者向けかな。タイムを出すっていうと、まあ、奥義ってあんまり微妙というか、時間こそちょっとかかっちゃいがちなんだけど、やっぱり安定して狩れる。っていうのがすごい魅力的だよな。まあ、今回紹介する編成って2つ、まあ、大きく 250Hz フルオートでクリアするのは大きく2つあるんだけど、まあ、オクトー、サティロス、ブローディアみたいな形か、五星小獣っていう形だね。この形。タイム狙うんだったら、まあ、割かしこっちの方が一応早いかもしんないんだけど、まあ、やっぱ新しめなメデューサとか季節限定リミテッドボーンみたいな感じなんですよ。うん。で、なんだけど、こっち側って、武器としてもね、メイン武器も、この、新人エクスアシャワンっていう、まあ、なんか、新滅戦の武器だったりとか、まあ、あとはキャラクター的にも、サティロス、ブローディア、オクトー、で、まあ、後ろ適当で、カイムも入れられるっていうのがでかいですよね。武器編成的にも結構ゆとりがでかくて、で、まあ、それのキーマンになってるのがオクトーなんですよね。うん。オクトーがここで輝くとはなーっていうような感じなんですけど、まあ、なんか、最近はね、壁霊の証とかの話もあんま聞かなくなったというか、まあ、週末とかに覆い尽くされて、まあ、10点衆の限界超越は終わってるものとするみたいなね。なんか、そんなノリちょっとあった気はしなくもないんですが、まあ、オクトーを使うとは正直思ってなかったね。うん。まあ、400万ダメージを1ターンに4回以上与えると敵のレベルが下がるみたいな状況で、まあ、オクトーとか、あとブローディア。ブローディアはズルだよな。え、なんかブローディアの最終上限解放の性能で人狂が足り、なんか使われないとか言ってたやつ、息してるみたいな、たまに言われますけど。なんかこの状況はズルじゃねと思わなくもないですが、ブローディアも使ってますね。うん。まあ、人狂がもっと早く銃になれよとは俺は今でもずっと思っているし、多分大多数の人の相違だと思うんですけど、ブローディアも使ってますね。4アビで、まあ、奥義が再発動っていうのもあるし、敵が特殊技使用した時敵全体に10倍土属性ダメージとか、まあ、このあたりでなんか優秀な感じはするね。まあ、この編成のどっちかを選ぶみたいなイメージが強いかな。右側にフロート編成もうすでに流してると思うんだけど、まあ、これ20分ぐらいの、フロート20分ぐらいの編成で、まあ、今だったら使われてるよねってやつの一つかな。うん。無限制こんな感じにしてるんだけど、まあ、なんか俺これで成功しなかったのはね、週末をドラポンにしてなかったら成功しなかったですね。今回ドラポン採用してるんだけど、まあ、これ第二スキルが金の入れつっていう、なんかよくわかんないやつなんだけど。うん、まあ、多分、まあ、ダメ軽減にしてた場合、週末よりもドラポンの方が優れてます。みたいなパターン結構あると思うわ。うん。ドラポンはね、いいですよ。やっぱ敵の攻撃が痛いから、まあ、このあたりいなせる、まあ、このダメ軽減プラス真意みたいな。うん。なんかスキル構成は超いいから、まあ、もしちょっとなんか、クリアできねえよ。250Hzなんか他の人と同じにしてるのに、形同じなはずなのに、クリアができひんみたいな感じの人は、ちょっとドラポンにしてみて。週末をドラポンにする。うん。天元をやった時に、ドラゴニックウェポン強化したら、まあ、両方入れることができるんですけど、まあ、天元やってない人って、こういう両立できないんですよ。うん。で、こうなった時に、ドラポン引き抜いちゃいがちだと思うんだけど、週末抜いてみて。週末いらん。うん。もうこの状況だったら、週末入れるよりもドラポン入れた方が安定感増すから、まあ、これでドラポン入れて、残った部分を強化系の武器スキルに変える。みたいなのがすげえいいと思うわ。火力系の武器スキルで言うと、まあ、ここかな？まあ、ここの上3列だと思うけど、必殺、なんかブースト、うん、ガレオン城。まあ、このあたりの火力系スキル入れてもいいし、まあ、あとオメガはね、奥義上限。まあ、もしくはアビ上限だね。まあ、奥義上限の方がいいかな。うん。っていう感じだと思うけど、まあ、こんな武器編成でもクリアできるし、まあ、なんか専用、やっぱね、勉強とかもそうでしたけど、集中して攻略するというのは大事というか、最初に250をね、汎用編成みたいなやつで行った時は、なんやこれクリアできひんって思ってたけど、専用編成を組めばクリアできるというのは、やっぱ、専門にね、特化するのは大事だというような、そんな感じがしますな。アビリティダメージが、1、10、100、1000万、10万、100万、1億、2億か。2億だったらなぁ、微妙だなぁ。15億中の2億がアビダメだろ。
扇なめは5億か。まあさすがに扇上限 15% の方がオメガ枠は優秀そうな感じしますけど、ということで、まあちょっとなんかいきなりやってきたね、奥と。みんな超越してる？やっぱ5超越するとね、ディスペルガードあるから、結構楽なんだよな。そう、ディスペルガードの効果によって、まあ敵の特殊技全部ピピピピピピンって剥がされちゃうと結構きついんですよ。特に、これ入れてる場合だね。タイオブザハングドマン。タイオブザハングドマンって、強化効果12個以上あるとき、HP 回復っていうのがあるんだけど、まあこれで結構安定感上がってると思うんだよな。まあ5突しなくても4突時点でサブ装備時にこの効果が発揮されるんだけど、まあ4突でも入れてても、どうしてもちょっとこう、ディスペルピピピピピンってなったらきつかったと思うんだよね。きついと思うんだよね。なんだけど、まあそこら辺とかを奥刀で、気合で守りながらダメージを出していけるっていう、まあ今回の編成はね、まあなんかいきなり出てきたな、奥刀。正直、全然注目してなかったから、マジ注目してなかったから、びっくりだよね。はい。まあ、奥藤さんには、これから。まあ、今回の特殊技のレベル減少条件がそれだから、まあ、奥藤が輝いてるだけで、まあ、次の古戦場も輝くかどうかは正直知らんけど、次のさ、レベル下がる条件がヒット数です。とかだったら、また別のキャラクターがさ、話題になるだろうから。またちょっと一概には言えないけど、今回は奥刀が刺さっててびっくりしたなっていうような、はい、そんな感じの話でした。まあ、もしちょっとね、250悩んでる人いたら、この遠征やってみて。これね、安定してるわ。週末、天元行ってなくても安心だし、まあ、かなり安定してる。で、もう少し、もうちょっとタイム遅くてもいいっていうのであれば、例えばだけど、このアルボス剣、マグナ3のこの剣を引っこ抜いて、耐久武器にする。HP が上がる、防御力が上がるよっていう武器を突っ込めば。まあ具体的にじゃあどんなの入れればいいんだよってなると、まああれだね、ここら辺の、竜罰の激走の防御覚醒とかになっちゃうけど、まあこういう防御系の耐久力が上がりますよっていう武器たちを入れてあげるといいんじゃないかなと思います。まあそこら辺は各自の手持ちでご相談っていう感じですけど。まあ最悪ユグ杖でもいいかもな。最悪ユグ杖とか入れても、まあまあまあ、なんとかなるんじゃないですか。まあ人狂とかでもいいけどね。ニーベルンクリンゲか。こういうの入れてもいいと思いますけど。はい。って感じでした。クイック召喚はルシでやってるけど。まあ、ルシじゃなくても、あれでもいいかな。ペッペペーペル、伸びよ。ピリ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 ピー、ドゥドゥルル。ね。最近さ、たまにパチ屋に行ってジャグラーを打つんですけど、なんか伸びよの召喚音声を聞くためにさ、ちょっとジャグラーを思い出すんだけど、これやばい？スロカスになっちゃってるかもしんない。てってりー、てるるるるるるー、てるるるる。という感じでした。はい。ほら、またお会いしましょう。